はい、皆さんこんにちは、ワンダリングリュウジです。信長の野望早々戦国立志伝のですね、後藤又兵衛での大阪の陣のプレイ続きをやっていきましょう。すでに1回目、2回目、3回目とお届けしてきていますが、今回初めて見るよっていう方もいらっしゃると思いますので、今回のね、プレイのコンセプト等々をお話しておきたいと思います。まず今回のプレイコンセプトなんですけども、イベント回線と、シナリオをね、中心に見ていこうかなと思ってますので、内政とかは、スキップをさせていただいています。その点はね、あらかじめご了承をいただければいいかなと思っています。その他についてはですね、イベント回線中心にプレイをしていっていますので、特段ね、何か縛りとかそういったものはないんですけども、皆さんと一緒に大阪の陣のシナリオ豊臣方で、後藤又兵衛で、なんとか、豊臣勝利の方向へと持っていけたらいいかなと思っています。というところでね、早速続きの方をプレイしていきたいと思います。前回までにですね、天王寺の戦いで後藤又兵衛を救出することに成功したわけなんですけども、今回はその続きになりますね。早速シナリオの方を見ていきたいと思います。小松山で孤立していた後藤又兵衛を救い出した雪村らは大阪城への退却の途上にあったというところからですね。史実ではここで又兵衛は討ち死にをして、豊臣方は総崩れになるんですが、今回はね、なんとか又兵衛生き残ることができたので、ここからは if シナリオに近い形で進んでいくんじゃないかなというふうに期待をしています。川内寺から来る徳川軍の迎撃を役目とする木村重成と長宗我部盛親であったが、徳川軍の主力が道明寺側に向かったという噂を聞きつけ、徳川家康のいる本陣を奇襲する計画を立案。木村重成は和歌山に、長宗我部盛親は八王村にそれぞれ進出していた。徳川の本陣を奇襲なんて死んだがりの重成の好きそうな策だぜということですね。ここでもやはり霧が出てるんですね。ひでえ霧だと。さあ、それではイベント回線の方を進めていきましょう。若き地を燃やす重成が農務の中、家康本陣への奇襲を試みる。しかし天は味方せず、その途上で徳川軍に捕捉されてしまうというところですね。まずは東道高虎を撃破というところからになりますね。ではまず布陣を見ていきましょう。マップはそこまで大きくないですが、縦に長いマップにはなってますね。で、味方は増田盛次500で、長宗我部盛親、統率武勇76-73で兵数5300ですね。で、敵方は桑名義成に東道高虎で、こちらが井伊直孝に丹羽長重、対するは木村重成といったところですね。これはおそらくですが、木村重成が井伊直孝、長宗我部盛親隊が東道高虎隊をそれぞれ撃破するような形、対峙するような形でプレーをしていくことになるんじゃないかなと思いますので、まずはそうですね、東道隊の方の撃滅の方に向かっていきましょう。で、持ってる戦法ですね、増田君は
先導、神速はね微妙ですからね。であとは方向神速、方向2つか。で重成はというと時の声に底力、まずどう戦っていくかというところですが、木村重成と井伊直孝が正面からぶつかってもちょっと勝ち目がなさそうな気がしますね。なので木村重成は後ろへとまずは下がりましょう。でできるだけ早く合流するような形、木村重成と長宗我部が合流するような形が一番いいのかなと思いますので、まずは後ろへ川沿いへ下がっていきましょう。で一方、長宗我部森近隊はさっさと東道隊を撃破するべく動いていこうかというところですかね。ではプレーの方進めていきます。霧に紛れて徳川軍本陣への奇襲を目指す、長宗我部森近軍であったが、思わぬところで、とうとう高虎に発見され逆に奇襲を受ける。さあこれで桑名隊を壊滅に追い込んだので、ここからは東道隊との戦いに備えてちょっと下げましょう。かしこまりました。増田隊がどこまで動けるかというのもね、だいぶ変わってきますからね。隊はまだ捕捉できないですね。かしこまりました。木村重成はさらに下がって川で承知いたしました。いい名を高隊を迎え撃ちましょう。かかれ。承知いたしました。かしこまりました。まあ、東道隊の方が数としては少ないですよね。ですので早めに東道隊を撃破できれば、長宗我部隊が木村重成の御詰めにというね、元々の作戦通りに展開できそうですね。しちゃうかな。下がれないよね。下がれないね。
大阪方の先鋒を蹴散らし、勢いに乗る東道軍は長宗我部軍の本陣へと迫っていた。これに対して長宗我部盛親は騎兵も全て下馬させ、包みの陰に伏せさせた。お前らまだ立つんじゃねえぞ。今はこらえろ。まだ伏せるんだ。立ち上がれ。かけろ。俺に続け。霧の中突如姿を現した長宗我部軍の奇襲に対して、東道軍はなすすべがなく、多くの重心を失った上、総大将の東道高虎すら逃げ惑うほどの大混乱に陥った。俺は必ず土佐を取り戻す。こんなところで負けてたまるか。終わってたまるかよ。よし、これで東道隊も撃破できたので、ここから先は重成の御詰めへと向かいましょう。まだ捕捉されてないよね、重成は。なのでこの川際で迎え撃ちましょう。承知いたしました。敵がね、どっから出てくるかちょっとわからないからな。ここで敵方は榊原康勝が参戦。おっと、ここに現れているのが丹羽長重がこっちから出てきたのか。ちょっとこれはご参照しました。まずは木村重成と合流するのが先ですかね。先に木村重成と合流しちゃいましょう。お任せください。合流したか。で、長宗我部は方向が余ってるはずなので方向を使う。かしこまりました。あれに続け。井伊直孝が来たか。井伊直孝を挟み撃ちにしましょう。承知いたしました。我が魂、我が覚悟、決める。で、木村重成で今こそ後ろを挟み込みます。承知いたしました。承知いたしました。康勝が来る前に決着をつけたいですよね。かしこまりました。引くぞ。よし、混乱させた。これで康勝に小笠原秀政も参戦してきたけど、十分にいけるでしょう。ただ榊原康勝に側面を突かれるとまずいので、重成はちょっと動かしましょう。まあ、いいな、お高はすでに混乱中なのでこの動きは問題ないでしょう。というところでこのイベント回戦も無事勝利できましたね。さあ、シナリオの続きになります。道明寺の戦いを終え、明日の戦いに備える伊達軍の陣に見慣れぬ使者が訪れていた。とのお人払いを真田より使いが来ております。これは事実だったようですね。我が主の娘、お梅を少将様のにお預けしたいとの申し入れにございますということですね。
い、というところで、イベントの方を見ていただきました。いかがでしたでしょうか。ちょっと今回ね、時間が短いんですが、キリがいいのでここで終わりにしてですね、次回この続きを皆さんと一緒にプレイしていきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。